We wish you a Merry Christmas. 親分はイエス,イエス様パチ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 ピードン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 パフパフパフ毎度おなじみの親分はイエス様でございますご家庭内でご不要になりました悩み問題依存症などはございませんかございましたら多少にかかわらず聖書と交換いたしておりますということで FM 那覇から生放送をお聞きの皆さんこんにちは FM ギノアン FM コザ、えー、収録でお聞きの皆さんもこんにちはパーソナリティのしんちゃんですふみですよろしくお願いします親分はイエス様とはもともと映画のタイトルですヤクザの人生を歩んできた人たちが聖書と出会いイエス様と出会って泥沼の人生から希望に満ち溢れた人生に変わりました彼らは言いましたわしらの親分はイエス様やこれからはわしらは イエス様の愛を伝えるる人になるんやアーメン,アーメンこれは本当にあった話で、うん、彼らは今もイエス・キリストと共に最高の人生を歩んでいますこの番組では彼らの人生を変えた一冊の聖書そして教会について音楽とユンタクで楽しくお伝えしてまいります実は私たちも以前は問題を抱え苦しい思いをしながら生きてきましたでもイエス様との出会いが私たちの人生を180度変え 今喜びでいっぱいです私たちは自分が身をもって体験したからこそ今苦しい思いをしている人に希望がある人生やり直せるということをお伝えしたいイエス様というす素晴らしい親分を紹介したいそんな思いでお届けする番組ですはい番組では、えー、番組では、はい、キリスト教キリスト教って何教会ってどんなところ という皆さんからの質問をお待ちしていますメッセージも待ってますよー、はい、メールアドレスは780アットマーク FM 那覇ドットドット JP780 アットマーク FM 那覇ドット JP780 アットマーク FM 那覇ドット JP ですねはい、はい、ということでメールもください、はい、ということで はいそれからですねユーストリームでも配信しています、えー、それから、えー、聖書もプレゼントしてますからね聖書を読みたいという方あぜひ、えー、メールくださいはい、えー、それからスタジオの近くにお住まいの方取りに来てくださいはい無料で差し上げますはいということで今日の聖書の言葉を言ってみましょうはいデカの福音書2章11節 今日ダビデの町であなた方のために救い主がお生まれになりました。この方こそ主キリストです。アメン。アメン。アメン。メン。あなんかもう一人声が聞こえますけど。アメン。ああどうもどうも。寒い寒い。寒い寒い。半寒いです。あ。昔半寒い。え。今頭が半分寒いのとダジャレが寒い。半寒いです。 ハンサムさん、どうもお久しぶりです。よろしくお願いします。お久しぶりというか、FM 那覇に移ってからは初めてですね。だからメールがねうまくあの操作できなくてね、アナログ人間なもんだから。すいませんでした。あそうですか。講座の時はもう毎日ね、毎週飛ばしたけど。よろしくお願いします。FM 那覇でお聞きの皆さん、あのね、はい、楽しい楽しいハンサムさん登場いたしました。 はいえー、今日はハンサムさんとです、ねえー、一緒にやっていきたいと思いますけどハンサムさんこの12月に入ってからま、ねえー、もなくクリスマスだったっけ、はい、そして、えー、そういうふうにテーマを12月に入って,、ね、やって放送したんですよ、はい、で次の週に、ね、もうすぐクリスマスと言ってですね メリークリスマス。うん、で、またまたね、先週はね、そろそろクリスマスで。はい、はい。で今週はね、いよいよ今週、いよいよクリスマスで。スス<ー>いよいよクリスマスい。いよいよ、はい、近くなってるね。いよいよクリスマスっやってきましたけども、いやいやはい。今日はルカの福音書二章十一節。まあ今月はずっとこれをやってきましたけども、今日あなた方の町ああ、この今日ダビデの街で、あなた方のためにスクリがお生まれになりました。 この方こそキリストですということでハンサムイさん噂によると何か聖書詳しいらしいですね少しね少し読んでますなんか勉強したことがあるらしいあの皆さんより少し前にクリスチャンになりましてああそうなんですかで勉強されたんですねプレゼントをもらいまして神様からねああそうですかいくら1 0 0円ぐらいのやつですかもうお金に換算することができないぐらいねそんなプレゼントですかすごいですねえ いや今日はあのこの救い主、イエス様について、ハンサムイさんとともにですね、語っていきたいと思いますけれども、まずですね、そうですね、曲を聴いていただき、あ、曲じゃないですね、CM、CM を聴いてください,い、CM ですお母さんの幸せ、それは家族の幸せ。 私たちは生まれてくる小さな命を守るためにお母さんの幸せを考えます笑顔と真心を込めてお問い合わせは11 11アイレディースククリニックあなたの人生に輝きをたくさんの仲間に出会える場所人生の喜びを発見できる場所それがベタニア・チャーチです苦しんでいる人悩んでいる人一度訪れてみてください 沖縄ベタニアチャー動老人ホームケルブデイサービス大空私たちが一番に考えているのはお客様の心のケアですあなたの隣人をあなた自身のように愛しなさいお問い合わせは「936-1058」有限会社ケルブ NPO 法人プロミスキーパーズは「 貧困な人シングルマザーの生活支援を行っていますより良い社会を作るため人々の絆を強くするため私たちはゆいまーるの心で活動しています弱者に愛の手を NPO 法人プロミスキーパーズ保険の内容がわからない加入している保険は自分に合ってるの保険料もっと安くならないかななどなどお客様のそんな疑問にお答えいたします お問い合わせは一般社団法人生命保険証券診断士協会詳しくは LCQS にて検索倫理とは人生の羅針盤です会社経営がうまくいくように経営者のサポートと社員育成の学びの場を提供しています毎週火曜日朝6時からプラザハウス3階にてモーニングセミナーを開催しておりますお気軽にご参加ください中部倫理法人会

イエス様。はい、ということで、あ、いい感じでしたね。はい。ハンサムイさん。はい。こんにちは。こんにちは。メリークリスマス。メリークリスマス。はい、あの、いつも気になるんですけど。ハンサムイさんは。はい。ハン、サムイさんですか。それとも。ハンサムイさんですか。それとも、ハンサムイさんですか。最後の方が近いね。ハンサムイ。うん。 ハンサムっていうのは、ね、今のイケメンのことねうん、うん、だからハンサムはいい、ね、ハンサムだったらいいなって言いますね <laughs> ところが今はね、うん、頭が半分寒くなったので <laughs> 半,半分寒くなっちゃったわけねああ半分寒くなっちゃったんですね風邪ひかないように気をつけてくださいねあとダジャレがね、うん 寒いんです。あーからあ寒い、じがあ、じゃあ、じゃあ、後で、うん。後でね、あの、奥様に、奥様にも聞いたんですよ。いつもあの調子ですかって言ったら、家でもあれ、あんな感じですって。<laughs> もう相手にしてませんって。<laughs> だから半分ぐらい相手にされてないんですよ大変だよ。<laughs> あ、そうですか。そうなんです。はい,はい、はい。もう、ねられないか心配しております。<laughs> <laughs> 今、<laughs> ですか。はい。 はいということで、それでハンサーミさん、楽しい、楽しい、ハンサーミさんにお越しいただきました。何なると聞いてください。ハンサーミさん、ところで何歳ですか ?64 になります。64? はい。全然見えないですね。若い。64? ああ、本当見えない、見えない。どう見ても63歳。そうでしょいや、若く見える。いや、若いですね。でもね、いつも元気ですよね。なんでそんな元気なんですか 内側にね、光があとでお話があると思うんですけどね。神様体験してからね。ちょっと疲れていてもね、また元気の源が出てくるのよ。何か持ってるんですか隠し持ってるんですか皆さんが持ってる配ってる聖書ね聖書を読むとね、日曜の家庭を与えてくださいってありますからね。英語ではね、Daily Bread. 毎日のパンをね、与えてください。あ、サンデーブレッドじゃないんですかサンデーじゃない。日曜日の。日曜だけじゃなくてから土曜までも与えてくれるエブリデイね、毎日のパンをね、食べるとね、心がね、ハッピーになってくるのよ。あそうですか。接種ってね、分からないこともいっぱいあったけど、心の貧しいものは幸いですってね、けの分からんことがあるね。

いろいろ持ちすぎるとダめなんだ。持ちすぎるとならないといけあの心の中がね。求まらなくなっされう。道破れいてるから。僕はインド行った時あインドじゃなくて。インドレストランインドじゃなくて。フィリピン行った時に。 子供たちがね、うん、あのちょっと貧しい子なんだけどちょっとっていうかだいぶね、うん、相当貧しい今日一日一食食えるか食えないかみたいな子どもがいっぱいいるんですよ。うん、あの子たちのこうなんか目が輝いててねあそっかすごい輝いてて、ね、この子たち日本の子どもたちより幸せなんじゃないかなほほとほ純,純粋度が違うかもね。 だからいろいろ持ってるかまあ心と物質的にもね、貧しい人の方が神様に近くに神様がいるっていう、まあ聖書の表現、それあると思うんですよね。まあでも神様はあれですよね。別にだからお前たち貧乏しろみたいな感じじゃないでしょ。本当はね豊かに豊かに暮らしてほしいって願ってる神様ですよね。豊かな人はね貧しい人を助けてあげるね。ああなるほどね。 はい、あ、御子聖書の言葉にもありますね。そ<う>の強い人は弱い人のを助けなさいみたいな。ありますね。すね受けるよりは。与える方が幸いですとかね。あ<ー>本当にいい言葉いっぱいあるんです、うん。与えてますか。与えてます。あ、与えてますよね。この間も与えてもらったんですよ。本当。は、なんかね、ユーモア教会の、あの、クリスマス会のね。のこれで料理でも、といなさいって,言って、ね。ええ。おお。たくさん。 もう与える人ですよ。さすがですね。ね、はいはい。それ当たることの喜びがね、私たちもうよぎ公園でもね、10年以上もね、その配色活動したりしてね、本当にあの多くの人と友達になりましたね。最初からいたでしょ。最初から。最初から。あのよぎ公園十0何年前ですか。そう。あの 最初のきっかけはうちのメンバーがね奥さんと喧嘩してホームレスにお世話になったのよよぎ公園で一泊とてもいい方がいてね佐々木さん名前ちょっと忘れたんだけどその方がね一泊お世話になってうちのメンバーがねで公園でお世話になったもんだからうん。 で翌週からなんか結構いるよあそこにパンでも配りに行こうよみたいになって自分が体験してたからじゃあみんなから100円ずつ集めてパンを何名いたとか計算してねまあ20個ぐらいだったかな当時買って配ってたのよ。それがきっかけ みんなから100円ずつ集めたっていうのがいいねそうそうそうなんかみんなでみんなでじゃあ助けるそう確かにいいかもねこれね100円だったらできるもんそう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 集めて毎週土曜日行ってたのよああそうですかそうなんだでみんなあの賛否両論あってねそんな子ばたってねま意味じゃないないんじゃないのとか言われたんだけどねまあそうでもなかったですね結構最初からもちろん反応があったわけじゃないんだけどうん いろんな方がいてね酔っ払う人もいるしもういろんな方がいましたけども喜んでました彼らはもらってねあでもねあのその働きでさあのね教会に来るようになってそして人生やり直している人いっぱいいるじゃないですかいいいっぱますだからね、そこからねすごいですねこのみんな100円,からねこの100円から始まったんでしょ みんなね会う権利は人生を夫婦喧嘩から始まったんです。あじゃあみんな夫婦喧嘩した方がいいですね。それはダメです。神様がそこに送ったんだよね。平和が一番。家庭平和が一番。全部一気にる平和ですか、家庭。平和です。だから、聖書の中にね、いつも言うんです、私は。夫婦は一心同体なんです。 結婚式のスピーチでもたまに言うんですよ。ミシンジャーもいっぱいいるからね。ミシンジャーっていうからね。で、で喧嘩すると思います。夫婦が一心同体なんですよ。他に行って何か一心同体するからおかしくなっちゃう。他に夢中になったらだめだよって言ってるの神様は男と女を作って夫婦が一つなのよって言ってるの。 神様が命令してるのに、勝手に帰っていっちゃってね。ああ、好きなように。自分の好きなように、大丈夫さ、あの、バレなければとかね。神様全部天から見ておられるのけど。仕事ダメよ。ええ、雨。雨。わかるよね。うちも仲良くやってますよ。この間ね。この間ね、あのね、役所からね。あの。 なんてあの保険税みたいな税金あるでしょ。はい、あれを払いすぎですよみたいな、<お> <laughs> 返しますよみたいな手紙が来たんですよ。えー、ああよくもう初めてですよ。よかったね。うん、今まで払えっていうのは来たことあるんですよね。これね、それで来たらね、見方が分かんないんですよ。見方が分かんなくてね、<laughs> そしたらあのー、なんか僕の妻がですね、うん、あのー、これあれこれ一万六千円ぐらい返ってくるんじゃないのみたいな。 こと言って言そして僕の名前で来てるからねもちろんあ僕があの、うん、家の長だからあの僕の名前で来てるからあじゃあこれ俺のだっつって、ね、じゃあ俺が取りに行くよって言って彼女がですね私が取りに行くって言ったんだけど、うん、いや俺が取りに行くよって言ってね譲らなくてねいつもああ、ね、役者はね <laughs> あ,あんた行ってきてとかって言うんだけど <laughs> <laughs> その時はね譲らないでね僕はね取りに行く取りに行くよって言ってね取りに行ったんですよ。でねね万千ぐららいあるはずよって言ううかじ、ね、じゃあもうじゃもその あのね、もらったらねじゃあもうそれ全部あげるから帰りにこれ買ってきてねこれ買ってきてねみたいなあ,あいいよいいよいお安いご用意出して買いに行ったんですよ <laughs> そしたら待ってたらさ待ってたら入ってて100円返ってきてね<え>100円100円100円払いすぎてたんですよ100円,100円ガソリン代の方が高かったうわ100円でそうしたらさ頼まれたやつがさ無制限とか2000円なんですよ、うん、そしたらこれ計算合わないじゃないかみたいなあ これがカンプ菌詐欺かと思ってねそうだよまあいったよカンプ菌詐欺やられましたよ女房に、女房にやられると思期待、期待しておいてそうそうそうたまにはね、たまにはでもいいんですか愛してるからねそうそう、だからすぐ仲直りですよ仲直りってそもそも喧嘩してないけどねということですね。はい。 あ,あ、まあいいですね。クリシチャンになったらいいね。うん、クリスャンになったら、あの周りと平和はあるしね。うん、うん、うんそうですね。はい、ということで。あのですね。はい、今日ね、兄貴からメールが来たっけよ。僕のお兄さんから。はいはいはい、あの十七年間でね。久しぶりですねそう、疎遠、うん、で、あの今年の。今年の二月、十七年ぶりに。はい、あの会って、感動が解かれたというですね。はい。 感動素晴らしいそういうあの和解してね和解してというかまあ17年ぶりに会うことができて生まれて初めてハグもすることができてそれでその兄貴からですね今日ねメールが久々に来てね誕生日おめでとう僕誕生日です今日よろしくお願いしますおめでとうござい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 ますおでとうございすよねでえるござます <laughs> 100円。目がキラキラしてる <laughs>。100円。1キロ100円じゃないか <laughs> 100、ね。100円お願いします。a m e はい。ということですけども、うんうん、はい。今日はあれですね。今日は。うんうん、今日はクリ,クリスマス。メリークリスマス。ちょっと前ね、ちょっと前ということで、うんうん、はい。あのー、あお誕生日おめでとうございます。えっとえっと。えーと お誕生日おめでとうございますとミッキキさんから来てますねありがとうございますはクリスマスもうちょっとでクリスマスということでメリークリスマスいろいろクリスマスの話してくれるんですね,ねそうなんです、はい、クリスマスはね毎回ねもうハッピークリスマスですねもちろんね毎日がクリスマスのようなものです教会はね。 いや私はね最初の教会行った時のクリスマスに、ね、とても寒かった本当に寒い時でしたけどねなんかね私のこのネクラな心に光が入ったようなね、はい、ネクラなんですかネクラだったえ本当にそうか。こ、うんな感じ、痛みの僕もネクラだった誰かが結婚したって言ったらえん <laughs> <laughs> 誰かが金儲かっ,たって言ったらえん <laughs> たそんなはずはない,いな <laughs> でもね そのクリスマスをきっかけにイエス・キリストっていう神様がいることを知ったときからね人生がもう本当に変わったね。変わった変わりました。ああですから今日、今日、えー今日まあ、12月入ったらみんなクリスマスですよ。はい、ケーキ屋さんが特に喜んでるね。ああだからねんにあげるんですよ ケーキ室はさ儲かってるでしょう。三倍になるんですよね、ね<ー>なんか。だからね、教会にちょっと入れてもらわないと。もう十分の一は文句なしで、あの、イエス・キリストの名前を。あ、ですよね。普通,普通だったら、あれ、<う>あの。イエス・キリスト税作った方がいい。<laughs> イエス・キリスト税。

ねえこれだってイエス様が、うんうん、ちょっと世界中あんた,あんたら5%よこせとか言ったらもう大変なことになるよ、うん、<laughs> でねですから改めて皆さん、はい、このクリスマスというのはどなたの誕生日なんでしょうか、はい、それはサンタクロースもうちょっと <laughs> もうちょっと文さん <laughs>

ブッダとかいろいろいますけどねいつ生まれたかみんなわかんないですよお誕生日やってる方はいない確かにねクリスマスの語源はお話しされました皆さんねクライストマスねクライストマスクライストはキリストの意味は救世主というメシアという意味もありますねで マス、メシア、食べ食道ですね。メシア、それそれ違うね。あ、違う。スキュ選手ね。マスはミサの意味ね。ミサ、ミサは礼拝。神山ミサじゃないよ。ミサ、ミサね。でね、ということはくっつけてクリスマス、キリストを礼拝するということであります。ですから。 教会では毎週それをやってますよということなんですね。ですからもう一度、メリークリスマス。メリークリスマス。メリーは何なんですかメリーはメリーですね。英語、メリー。メリー。メリー、メリー。メメリー。なんだっけメリーさんの羊と関係ないんかね。優しい意味でしょ。調べてみて。調べてみよう。そして。 その誕生日を何回目の誕生日なんでしょうかっていうことです。三十回ぐらい。ちょもうちょいです。もう二桁違うえ。そんなに違うんですか。ふみさん何回目ですか。<laughs> クリスマス。うん。はい。あ誕生日。はい。何回目でしょうか。えっと、今二千十七年なので、うん、だいたいそこらへんです。二千十七回も。二千十七回もう誕生日されたんです、うん。何。 すごいですね。すごいですようちの亡くなったおじいちゃんなんかもう誕生日しないよ。そうなんですよ。じゃあなんで,ななんであの2017年前に生まれたってことでしょそうなのよ ?2017 年前に生まれてなんでいまだに誕生日やってんですか今も目には見えないけど生きておられるお方であるということで。 誕生日をされるわけですまあ調べましたメリークリスマスとはメリットは楽しいとかね。あ、ッピーとかそういう意味です。あ、なるほど。ガソリンスタンド？ガソリンスタンド？ですからね、もう世界の歴史の中でもこんなに多くの誕生日を迎えられた方はエースキリストだけなんですね。あ、なるほど。そしてもう一つ。はい。 世界で共通するのはこの西暦なんです。西暦、うんはい、西暦と言いますね。うん、で、ふみさんが例えば、あ、うん、例えば、信也さん、うん、外国に行ったとしましょう。うんうん、じゃ信也さん、自己紹介してください。何年生まれですかって聞かれたら、昭和47年生まれです。へ I 昭和ですよ昭昭和昭和,昭和47年ですよ、平成じゃないですよしょ,しょうがねえないな。<laughs> <laughs> アメリカでは通用しないのよ。通用しないんだ。西暦で言って西暦九1972年生まれです。12月23日。月21日、今日で誕生日ね<ら>誕生日が分かったら相手もプレゼントあげられるけどね。そうですよね アメリカでは通用しないのだから昭和ではね世界共通のこの歴史イエス・キリストが誕生した時から数えて1978年目に生まれたこれは奇跡ですよねイエス様が生まれてから1972年目に生まれたんだ僕がそうなんですああ 1972歳年下ってことですか。そうそういうことですね。だから、どのどんな人でも自分はいや関係ないイエス様と関係ないという人はいないんですよだから。いない。雨。そのそこを基準として思われてきたんです。基準としてね。ね。1900じゃこれ世界中でだってね。 二千年とか、二千何年とか、二千年のお祝いの時だって、すごかったもんね。そうか、そう花火ボンボンあってさ、俺留置所にいたけどね。ああね、うん。ですから。すべての人と関わりがあって。あるっていうことが、このエースキルストの誕生なんです。なるほど。ね、世界中でお祝いされる、方が、この方。

なんかキリストが生まれる前と。恵みの年。恵みの年。恵みの年。エディ。エディ。ね。ですから、この先ほどね、ええ、御言葉を読みましたけど。今日ダビデの町で。救い主がお生まれになりました。アーメン。アメあなた方のために。あなた方の。私のために。はい。あなたのために。アメラジオ聞いてる。みんなのために。アーメン。 おまりになった方。うん。うん。見つかいがね、言っても。見つかいが言っても。うん。喜びの知らせを。うん。知らせに来たんですってありますよね、実践にね。素晴らしい喜びの知らせなんですよ。喜びの知らせって。うん。も、もちろん。何か。お小遣いをもらったとか。あ宝くじ当たったとか。宝くじ当たったとか。うん。なんか大きい。車もらったとか。あ、うん。 カンプキ還が,返金が100円返ってきたか <laughs> <laughs> 確かにそのような時もね <はい S 2> 嬉しいかもしれない <うん S 2> で,でも皆さん考えてみてください去年もらったプレゼントはどこにありますかああですよねんなんか引き出しの中に引き出しの中にあるかもしれないですね<ー>誰に何もらったかなとか分かんないですよね<ー> <うん S 1> 神様が えー、ここで言ってる喜びの知らせっていうのは、うん、もうピカーね、うん、彼らが夜中にこの羊の番をしてる時に真っ暗い彼彼らって何ですか羊飼いたちがねうん、うん、羊の番をしてる時に真っ暗いとこですよ、はいはい、羊もいるからちょっと臭いとこですよ<ー>そういうところにピカーと光となってね、うん もう彼らはびっくりした幽霊かなと思うぐらいそこに見つかいが現れて、うん、天使ですね天使が現れた、うん、そしてあなた方のために、ねうんうん、救い主がお生まれになるんですよ、うん、その喜びの知らせを聞くわけですよ、うん、そして彼らはその知らせの通り行ってみると 赤子ね赤ちゃんが生まれてるの見た。ねしかも臭い。臭いね。会話をけ。肩な。牧場行ったことある？牧場行ったことありますよ。広い海綺麗牛がいてかっこいいでしょ。ああいうところ行きたいないい天気の時にと思うけど実際行ったのよ。

<laughs> あんなとこで生まれたんですねそうなん,なんであんなところで生まれたんですかね,<え>ねなんかもっといいところにねいいとこで生まれればいいのにね。だからその前、えー、その前に生まれたヨハ,、えー、ヨハネっていう方が生まれたんだ、うん、あの人はね、うん、この大祭司の息子で綺麗なところで生まれたけどこのイエスキリストはね、うん、この お父さんとお母さんが泊まる場所もなくて。ヨヘナさんはあれですか大祭司の息子だったんですかヨヘナじゃん。ヨヘナ。ヨヘナ。ヨヘナ。沖縄にもヨヘナさんそうだったらしい。だから、このエスキリストが生まれたのは、この馬小屋、家畜小屋で生まれたんですよね。で、これはあの。 先ほどプレゼントと言いましたけどギリシャ語では福音と言いますまあ難しく聞こえますけど福音って日本語じゃない福音いや福音を訳しますとねごめんなさいギリシャ語では訳しますと福音ね英語ではグッドニュースよい知らせこの方が分かりやすい分かりやすいあの福音って俺もよく分からんかったですよ分からない何だ この服ね、服が来るの服があるであれに音でしょ。服音みたいな。服音かなとか。これどういう意味だろうみたいな。じゃ用意知らせって意味なんですね。そうなんですよ。あの福音っていう言葉はあの普通に一般的にもなんか使う時ありますよね。そうですね。何々にの福音が来ましたみたいな。福音。服。服の音知らせ。 グッドニュースね。英語の方が分かりやすい時があるね。英語の方が分かりやすいね。グッドニュース。そうとにかくスクリーン氏が生まれになったんですね。私たちのために。はい。このあなた方のためにっていうのが。あなた方だよ。これが重要ですね。そう。もう今ラジオ聞いてる。沖縄県で住んでる。日本中に住んでる。世界中の人のために。ために来られたんです。 アメ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 で,、えー、ですからこの人と出会うことによってこの方神であるイエス・キリストと出会って私の親分イエス・キリストと出会って人生が全ての人は変わることができるんです、はい、自分でこれ頑張っても変えることがる できなかったけどうん、うん、変わることができる、うんはい、じゃあはいちょっと曲いってからですねまた話聞いてみたいと思いますけれども、はい、曲はですね「きよし」この「お母さんの幸せそれは家族の幸せ」「私たちは生まれてくる小さな命を守るためにお母さんの幸せを考えます」笑顔と真心を込めて お問い合わせは11 11アイレディー「クリニックあなたの人生に輝きをたくさんの仲間に出会える場所人生の喜びを発見できる場所それがベタニアチャージです苦しんでいる人悩んでいる人一度訪れてみてください沖縄ベタニアチャージ老人ホームケルグデイサービス大空 私たちが一番に考えているのはお客様の心のケアですあなたの隣人をあなた自身のように愛しなさいお問い合わせは「936-1058」有限会社ケルブ n p o 法人プロミスキーパーズは貧困な人シングルマザーの生活支援を行っていますより良い社会を作るため人々の絆を強くするため 私たちはゆいまわるの心で活動しています弱者に愛の手を NPO 法人「プロミスキーパーズ」保険の内容がわからなどなどお客様のそんな疑問にお答えいたしますお問い合わせは一般社団法人生命保険証券診断士協会詳しくは「LCQS」にて検索 倫理とは人生の羅針盤です会社経営がうまくいくように経営者のサポートと社員育成の学びの場を提供しています毎週火曜日朝6時からプラザハウス3階にてモーニングセミナーを開催しておりますお気軽にご参加ください中部倫理法人会おやぶはイエス様はいすみません曲がね途中で終わってしまいましたはい。<laughs> ということで、今日はハンサムさんにお越しいただいております。寒い寒い。寒い寒い。<laughs> 寒いさん。はい。はい。えっ、ー、と、クリスマスのね。クリスマス。会が。これからありますけども。はい。教会でね。クリスマス教会で。はい。これ。こ教会でやるクリスマスが。オリジナルの。クリスマスということで。そうなんです。オリジナルということで。で 最高です最高のね、クリスマスマでも今までで一番楽しかった印象に残ったクリスマスはですね予備、はい、公園でやったんですよ一回予備公園で、うん、公園の中でやったんですかもう準備も手間もかかりましたけどね、うん、はいはい料理は秒殺っていうか 15, <殺>15分ぐらいで全部なくなっちゃったんだけど <laughs> 楽しかったものすごく楽しかった <laughs> あそうですか 皆さんの喜ぶ顔が半端じゃないのに。ホームレスの人たちそ配ったホームレスもいるけどあの孤独なおじさん、おばさんあの顔見たらねもまたやろうと言ったんだけど次の次からは教会に来るようになったんででできたんすよね我が家でやる分にはか当たり前のように食べるけどもう向こうでやるとね楽しくてね。 喜ぶ顔って嬉しいじゃないですか。あの相手が喜ぶ顔を見るとね。はい。うん。それが一番。雨。雨。雨。はい。あのクリスマス会のね案内をしたいなと思うんですけど、はい。えっとまず二十三日今度のね二十三日これは土曜日ですね。そうですね。はい。三時から沖縄ベタニアチャーチで。はい。クリスマス会あります。沖縄ベタニアチャーチはどこにあるんですか。 那覇市のあけ曙のにあります。はい。あじゃ交差点から港向けに入ってすぐ右手の方にビッグ開発さんの後ろっていうんですかね。隣っていうのかな。はい。にあるので、はい。ぜひ来てください。予気公園に送迎バスも出てるので2時。2時にね。時に。だから、うん、そこら辺に住んでる方はそこに来てもいいです。料理もありますね。はい。あとビンゴゲームなんかも。ビンゴゲーム。景品も用意してあります。景品も用意して。 はい、待ってます、誰でも、はい、あの来てください、歓迎します。ははい、はーい、えー、もちろん無料です。はいはい、ということで、えー、それからですね、えー、24、次の24、クリスマスイブの日は、はい、糸、えー、満と沖縄市でね、同時にありますけども、はいまあ、中部の方は沖縄市の湯河風協会、ご案内をお願いします。はいはい 遊楽協会のクリスマス会は午後3時から24日午後3時からあります近くの方ぜひいらしてくださいはいこれは楽しい楽しいメリークリスマスメリークリスマスですねハンサムさんのお話もありますハンサムさんもいるんですかいますいますはいハンサムさんも関係者なんですかそうなんですあっそう確お願いします はい、ということで、湯、え、河、ー、風ガ教会はですね、青いお屋根が。あの目印のね、はい、はい、ええー、素敵な教会です。はい、無料ですね。無料です。あ、はい、ありがとうございます。プレゼントもあります。プレゼントもありますね。はい、えー、それから伊糸満市、南部はですね、伊糸満市に。ええー、ゆいまある教会、ゆいまある教会も、おお、二十四日にあります。二十四日、え二、ー時,ね、時から。ありますでね。二時から。二時から、あのー、あ<ー>始ま。 一部がね2時から始まるんですよ。あの礼拝と、はい、あのパーティーですね。で2部はあの5時からあのピアノコンサート。うん、スタインウェイというですねすごいピアノ。スタインウェイあれが来ましてね。はい、でそのピアノのコンサートが。 ありますのでそちらにもお越しくださいねだから2時にですね、糸満のゆいまる協会に来ていただいて、それから3時にゆが風協会に行っていただいて、5時にまたゆいまる協会に来ていただければちょうどいいですね。ちょうどいいですね。何となくさっぱり分からなくなってきました。まあまあ、中部の人はゆが風協会ありますよということでね、ご案内でした。それからゆいまる協会はですね、子ども食堂もやってます。土曜日 え毎週土曜日子供食でやってまして、えー、まあ今週の土曜日に関しましてはあのー、この沖縄ベタランチャーチの那覇のえこのクリスマスパーティーに参加参加参加してあの食べてこようということになってます。はい。よろしくお願いします。それからねあの教会は教会はですよ霊的にねすごいあの力があるよということをじゃんじゃん。 宣伝しないといけないよというそうです教会に来たらすべての問題が解決されます。あめ。あめ。そう本当本当にね。でね今日あのメッセージを準備したんですけど一人の人の証を一分ぐらいで。はいどうぞお願いします。一人の方がね今彼は五十歳ぐらいです。はい。彼が中学の時に不良でした。今ちょっと良くなりました。うん っていうのはです、ね、彼は先生をいじめてね、うん、先生なんか死ねとか、うんバカとか毎日言ってたんですよ。うん、あ,る日ある日のこと、先生が本当に死んじゃった。うん、もう本当に笑い話ではないですね。彼は本当にそのことによってもう何十年も苦しむわけです。そしてもうヤクザの道に行ってね、荒れた生活をしますけど、この暗い心の闇は消えないわけです。うん、でも彼が イエス・キリストに出会った時に彼のこの重荷、罪の重りがイエス様が帳消しにしてくださって許してくださったんですんそれから彼は本当にこのヤクザから足を洗い、うん、今本当にボランあの福祉関係の仕事をしていますけど、えー、本当に神様の力は人間の力ではできないことを不可能を可能にする。 神にとって不可能なことは一つもありませんという言葉のように本当にそうです。はい、ですから皆さんメリークリスマスぜひ教会に来てください。はいはい、最後に,最後に今年もいろいろありますありました、うん、今もありますけどうん、うん、アメリカの大統領はアメリカの大統領はそれトランプでしょ。もっとは ドナルドドナルドドナルド人とじゃじゃドナルドがなあ名前じゃない姓がトランプじゃないのねドナルド人ああそかドナルド人ドナルド人じゃないよねどうなる寒い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 どうなるどうなるか分からんけど面白いね面白いですねはいあとあともう一人もう一人どっかの大統領どっかの大統領いつ行ってもおろすしてる人 いつってても留守しオランド本当にオランドになっちゃったやめちゃったやめちゃったもう一人いるよなんかいつも物差しを持ってる人メイジャー首相言うの早い早いちょっと早かった聞いてから答えてそうそう聞いてからちょっと早かったね滑ったねあとパクられた大統領 パクられた大統領がいるんですか?。誰ですか隣の。パク。大統領。パクだけに。パクだけに。パクられちゃったんだ。チームがない。チームがない。チームがないね。一番滑ったのはね。はいはい。ある時高校に、なんか行ったんですよ。はい。そしたら吹奏楽をやってたんで。うんうん。やっぱり。あの、一生懸命練習してるんですよ。はい。じょ、女子高校生が。はい。で、やっぱり吹奏楽って。うん。 フォローの水槽でやるんですかねって言ったら、うん、睨みつけられましてね。<laughs> 寒いからね。寒いあれ以来、あれ以来、もう水槽のことは話し,しない。ずぶ冷えてきて、そろそろ帰りますか。メリークリスマス。メリークリスマス。滑りやすい話です、ね。<laughs> ありがとうございます、ね。これぐらい寒いんです。あのね僕ねあの 教会あ教会というか聖書の学校のね、うん、3年生の時実習があるんですよで他のよその教会に行ってメッセージするわけ僕クの教会で、はい、あれでねギャグを用意していったんだけどねことごとく滑ってね <laughs> 誰も反応しないんですよ <laughs> 本<当>シーンとしててでもそれでも3つか4つぐらい用意してたらんなやってね、うん、そら誰も笑わないから最後の手段としてここで笑わなかったら笑うとこないですよって言ったら。<laughs> シーンとしゃべる <laughs> <laughs> あれは参りました。一番滑った。はい。滑り、はいはい、やすいでそれは滑りやすい話でした。それがそれこそ半寒いですね。って寒,い寒いです。半寒半寒じゃ全寒いだ。全寒全寒。はい、ね、はいということで、えー、あっという間に時間になっちゃいましたけどね。 はい、ラジオを聴きの皆さん、今、えー、苦しんでいる人、つらい辛い思いをしている人あ、問題を抱えている人いませんか、その問題、自分ではどうにもならない問題、イエス様が解決してくれますよ、どうぞ聖書を読んでください、手に取ってください、また教会に行ってね、あの牧師に相談するとかね、はい、お祈りしてもらうとかあの、こういう方法もありますよ、それからね、うん、自分があーそういう問題じゃないけども、周りにこういう人がいる。 周りにあの薬物依存、アルコール依存ギャンブル依存あとは暴力停止とか,、ね、なんかいろんな問題があると思うんですけど、うん、そういう人がいるあの人たちなんとかしたい。 うん、そういうお友達がいたりね,ね家族が親戚がいたりなんかしたらですねそういう人もあのぜひ教会に来てください、ね、連絡をお待ちしてますお待ちしてますよ、うん、はい沖縄ベタネアチアチ、えー、また湯ガ風協会糸満のユイマーる協会、ねえー、連絡をお待ちしてますあなたのためにお祈りさせていただきますはい、はい、ということで、えー、また番組では聖書を無料で配布しています、えー、聖書の中でイエス様はこう言います すべて疲れた人、重荷を負っている人は私のところに来なさい。私があなた方を休ませてあげます。えめ、ー。ということで、えー、また、ね、はい、もうそろそろクリスマスですけども、はい、クリスマス、あのー、ね、ぜひ、教会に行って、はい、本当のクリスマスを楽しんでください。ね、来週もありますか来週はあ、来週ないんですよ。ごめんなさい。残念。残念。残念 来週ない?。来年。来週はお休みして。はいはい。今、今年の、あ、今日が最後じゃ。あ、今日最後ですよ。最後ですよ。大変だよ。大変でしたね。see you n 来年会いましょう。じはい。来年会いましょう。see you next。といや。はい。はい。いや、一週間お休みです。いや。じゃない。ということで、今日で。最後までのお付き合いありがとうございました。ありがとうございました。また来年お会いしましょう。親分は。イエス様。 show sure.